カルチャーサンドイッチ、はい、今回も前回に引き続きビートルズとジョン・レノンやっていきたいと思います。よろしくお願いします。カルチャーサンドイッチで今回はね、ジョン・レノンのファッション、これは結構ね自分も影響されて真似した、今回はジョン・レノンのファッションコーディネートを中心にやっていきたいな。あ、乾杯してます。乾杯。やっていきたいなってちょっと思っております。ではちょっと早速、ファッション。でもジョン・レノンのファッションのなんかイメージってどんな感じ？ジョン・レノンがわからんけど。ああ、そっか。あ、そっか。ジョン・レノンは。そうだね。前半で来た毛皮とか、なんで毛皮着てんのみたいな感じだったね。そう。もう本当にジョン・レノンのファッションって言われたら、もうビートル時代。ビートルズの前半とそのクオリーメンの革ジャン、あれしか分からん。なるほどね、で今回はそのファッションはステージ衣装っていうか、そのビートルズの時 の, そのステージ衣装じゃなく、どっちかというと私服のプライベートの衣装が中心なんだけど、ジョン・レノンはやっぱ個性がその当時強かったのかなと思うし、あと自分の中のファッションで結構なんだろう影響を受けたっていうのがあるから、ちょっとその辺をね、マサとかね、そう、自分が影響を受けたっていうところをちょっと中心にやっていきたいなと思います、まあ、これはまあジョン・レノンといえばっていうか、もうこれ代表的なね、あのミリタリー系のこのファッションだよね、でこれがね、あのね US アーミーのショートのやつね、で、まあ、特にこれ有名なのがこのワッペンだよね。これがあの陸軍のね、第二次世界大戦から多分60年代中盤ぐらいまで使われたやつなんでね、アメリカのね。一応これが、まあ、ジョンの中ですごい有名で、でこれなんかは本当にそれこそあの、我らがもう大好きな河本博人さんはもうこれをね、着てますよね、本当にブルーハーツ時代からもずっと着てます、まあ、その US アーミー の, あのジャケットです、これはね、実はこれイギリス軍の、60年代かな、60年代のイギリス軍が着てた P60 ってやつで、コンパクトスモックジャケットか。これもでもこれ可愛くない？可愛い。これはポケットがちょっと斜めに入っててさ、ここがまた可愛いなと思うんだけど、この感じもね、結構好きだなっていうところで、なんか大人になったらこういうなんかいろんなもん受けられるね。そうだね、でちょっとロング丈で、これがさ、割とジョンとかはさ普通のね、こうなんだろう、フォーマルな感じじゃん、あれめっちゃ黒いシャツにさ、黒のパンツでっていうところにこういうの合わせる、これはすごい。もしかしたらこれモッツのとかもそういう感じだから、そういうテイストになるのかなと思ったりとか。なるでしょうね。あれもね、モッツになったらちょっとうるさいから。そうモッツになったらうるさい。まあ一応このこれも結構ジョンの中では、ミリタリー系ではすごい好きなやつです。まあこれは50年代のこれも US アーミーのそれこそモッツとかが着てたやつだよね、きっとね。これはあれ？トレンチコートみたいなやつ。そう、トレンチコートみたいな形。でこれがね、あのね、この感じ。これがベースで、多分これが新しいやつなんだけど、もともとのこれが大元のこの、感じだね。で次はデニムですね。ラングラーって感じ。そうね、もうジョン・レノンといえばもうラングラーですね。もうでジーパンはね、リーバイスも入ってたんだけど、基本は上に着るものはラングラーだね。好んで着てたのはね、このタイプのね、こっちであるんだけど、このボタンがこうついてる、これはちょっとこうタックが入ってるような感じ。ここに、でこれはもともとカーボーイの人がさ、馬乗る時にこう動きやすいっていうのがあって、そう、でジョンとかもギター演奏する時とかピアノ弾く時に弾きやすいような感じで、だからこれはね、まあ、有名な写真なんだけど、ローリングストーンズのロックンローズサーカスか、その時に出てきた時の衣装がこのラングラーのデニムのジャケット、いい話、そう、これはね、なんか、そう、久々に2人だとなんかまたあれだね、大丈夫だから、いい話やなと思ったの、そのカウボーイが馬に乗る時に動きやすいようにそのタックを入れてるっていうのと、ギタリストがね、ギター弾きやすいようにそれを着るっていう、そう、なんかそういうなんか感覚の、馬に乗るのとギター弾くの、の感覚がね一緒だぜみたいな、そうね。なんか今日なんかダメだな、久々の撮影だね、まあ、出ました、次はあれです、毛皮です。はい、これね、これですね。この、ね、やっぱり、ね、ジョン・レノンの中ではもう本当にね、毛皮がやっぱかっこいいんだよね。まあこれどんどんいきますけど、もうただこれさっき着てたようなやつだよね。毛が長いやつね。ボンボン。これはミンクっぽいよね。この毛皮のコート。結構着てるんですよ、いろんな。そうなんね。
でニューヨークなんか特に寒いからね。そうね、うん、毛皮を着ることが多かった。行ったことないけど。行ったことないけどね、そうね、情報としてはね。そうで次いきます。でこれはねニットだね。これでなんかねこのねこれ何種類か2、3種類ぐらいねジョンはねこのニットを着てて、フル、ちょっと丈も短いで、これをねこのコーディネートが結構可愛くて、なんかこうこれは普通にねスーツとかシャツスタイルにこういうの合わせたりとか、陽子のこいつが派手やなこれ。まあまあね、すごいね、まあ、いいじゃん、可愛いじゃん。そう、可愛いんです。髪がいいじゃん、陽子可愛いじゃん。髪がバッサバサやん。バサバサじゃないって、割とちゃんとしてるって。髪は量が多いんだって、うん、いいじゃん、アジア美人な感じ、うん、ちょっとテンパ、あ、そうだね、ちょっと癖あるね、陽子はね。やっぱ2、3種類このパターンでね、可愛いんだよね。でも今このニットとかね結構デッドストックで結構高いんだよね。あ、そうなんや、うん、めちゃくちゃもう 4,5 万するような感じの。で次は T シャツ編、よく、まあ、よく着てた T シャツ編ですね、着てた。このホームって書いてある T シャツも結構ねジョンは好んで着てたかな。で、あとこれ小野陽子のね You are here、 This is not here とか You are here とかも、ね、小野陽子の作品の中でのテーマの T シャツをよく着てた。 You are here、お前はここにいる。そうそうそう、だともう一度 This is not here はここには何もない、うん、だからそういうような T シャツを結構ね好んで。 This is not here、 そう、これもね。で、 This is not here はそれこそイマジンの一番最初のさ This is not herePV のところの入り口のところにまずそこに This is not here、 ここには何もないって、で、うん、俺たちじゃなくみんなが作るものだみたいな感じで、なんかそういうようなメッセージ的な T シャツは、俺も一番最初オープンしたお店は入り口のところに This is not here、うん、でもここには何もないって美容室でやったらお客さん来なくなるよね。まあ一応そんな感じの、うん、で、あと、これは何よりも有名なニューヨークシティ。これなんでね、うん、これなんでこうカットオフなんかなっていう。そうね。でもなんだろうね、俺はジョン・レノンがこれでこのイメージがあるから、これはこれでかっこいいな、めっちゃあるよね、うん、かっこいいなっていう、うん、これは次からはこれも個人的に好きなジョン・レノンのファッション、うん、ジャケットシャツっていうスタイルなんだけど、うん、ね、この帽子とあとサイズ感シャツと、うん、もうこれはもう抜群にもう可愛いなっていう感じが、あとね、これはもうすごい好きなんだよね、キャスケットのね、うん、大きいバッチつけて、このバッチ、そう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 、これジョン・レノンの顔の、うん、ジョン・レノンの自分の顔のバッチなんだけど、うん、この時のねやっぱこう上をちょっとこうね細身のねジャストぐらいの感じにして、うん、でこれはね実際パンツで、うん、これデニムの、うん、なんだっけ、フレアパンツなんだね、うん、フレアっていうんだっけ。でこれはね、小野陽子の個展に行った時のこう白のジャケット上下、これもね、あとチョーカーとかもすごい可愛いしね、このセンスがね、結構ねジョンね、チョーカーをねこの当時につけてる、ね、これはビートルズのね後期の時の、これ黒の上下で、これ V切ってるところで、あとこのベルトがなんかね、なんかすごい可愛いんだよね、センスが。ガンマンやん。そう、ガンマン的な、でも黒上下のシンプルのね、うん、で、この同じようなこういうハットをしてね、これもでもみんなビートルズのメンバーこの時おしゃれだもんね、うん、まあ、ジョージもいいし、リンゴも。次のアイテムにちょっと行くんですけど、うん、ジョンがすごくこよなく愛した2つのスニーカーがあって、うん、うん、で、これはね、アディダスのセンチュリーっていう、うんうん、で、これほんとシンプルな。で、もう一個が、それこそこの時に、うん、有名なね、このスニーカー、この白いスニーカーっていうのが、うん、これも、ほとんどね、形は一緒なんだよね。スプリングコートっていうところの G2 クラシックっていう中でスニーカーらしいの。これスニーカーなんや。そう、スニーカーなんで、俺もスニーカーっていうのは全然知らなかったんだよね。で、次、メガネ。やっぱジョン・レノンといえばメガネで。で、これがね、メガネが、もともとこのね、ジョンがした丸メガネは、イギリスの、イギリスロンドンの多分工房なのね、ザビル・ローっていうブランドなのかね、工房なのかね、で、その中のアルガワークスさんっていう人だと思うんだよね、そういう人が作ってたこうオーダーメイドのメガネをね結構してて、で、あともう一個はもう有名な日本のね、白山メガネ、これですよね。そう、これはね、もうこれ気に入って買いに行って、ただこれがね、白山がジョンがね亡くなってしまったじゃん、うん、それ以降廃盤にしてるんだよ、あ、じゃあもうないんだこの形は、白山ではない。白山のメガネはある、うん、ある、白山はある、ね、白山は白に白に山山か、うん、あ、ちょっと検索してから、うん、かっこいいね、かっこいい、うん、まあ、だから自分も今かけてこれメガネもね、やっぱジョン・レノンイメージして ね、これはまあ全然ね、レイバーのやつだけど、まあ、ちょっとそういう感じで、まあ、とにかくやっぱジョン・レノンには結構影響は、ファッションは特にね、うん、されたかなっていう感じで、まあ、どんな感じだったでしょうか。いや、なんかね、やっぱりその
人とかやん。やっぱモッツーとまた裏腹にあるもんやけん、この人って。あ、でもそれってでもデビュー前だよね、うん、でもデビュー以降はもうイギリスっぽいだけど、なんか自分の中でかっこいいなと思う反面、うん、受け入れがたいなっていうのが正直な感想。あ、なるほどね。そうそう、だけどなんかその、うん、俺はもう基本的にやっぱ、うん、キュッとしてキュッとしてるんやけど、うんうん、ねこの人はキュッとしてワイドに行くとかさ、あ、まあそういう感じを確かに、確かに外してくるけん、やっぱ一時ファッショナブルやな。あ、なるほどね、っていう感覚。もうちょっと焼酎なんかあの北の国から泣いちゃけんさ、ごめん、やめてこれ、掘り寄っちゃけん、ごめん、自然に皆さん忘れてたんで、ごめんなさい、すいません。そうね、まあ一応今日はこんな感じでちょっともう終わる、大丈夫もうそうね、一気にね、うん、久々にまた違うね、ゆうくんと一緒にいてまた二人きりになったら、うん、また違う緊張感と、なんかふわっとしてちょっと進んじゃったね、うん、だから今日はちょっとこんな感じで、あとはちょっとビートルズ聴きながら飲む感じで、そうね、はい、行きたいと思うんで。ビートルズめっちゃ気持ちいいから、気持ちいいから、ね、ちょっと今日これぐらいで勘弁していただいて行きたいと思います。応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。